大きな加工機械が金属を削ってさまざまな装置の部品を作っています。ここは備前市にある武田鉄工所。今回の中国銀行プレゼンツ瀬戸内企業応援団は、業界で鉄工所の駆け込み寺として名高い武田鉄工所をご紹介します。備前市穂波に本社を構える武田鉄工所は、明治時代刃物鍛冶に始まる金属加工会社で、昭和42年株式会社に移行されました。戦後は船舶用の焼き玉エンジンの製造、昭和40年代は造船関係、50年代になると火力発電装置、平成になると風力発電装置や大型医療機器など、主に大型金属部品の切削加工を手掛けています。これらは大手重工充電メーカーから受注するものがほとんどで、時代に即応した設備の導入と高い技術力が評価されている証です。100年近い歴史を持たれてまして、さらにこのスピード感ある対応でかなり皆さんの信頼を集めてらっしゃるということなんですけれども、どういったところが特徴なんでしょうか。いろいろなですね、仕事をやらせていただいているというのが特徴なんですが、特に最近はですね、大型、金属製品の、主要部品といいますか、それを中心にですね、全国でもですね、弊社ほど大型機械設備を、保有しているところは数そんなにないというふうに予見しております。かなりね、大きいですもんね、扱ってらっしゃるものが。具体的にですね、弊社の仕事の内容をですね、ご説明いたしますと、一番目がですね、エネルギー関係になります。火力、水力、原子力を中心にですね、発電所の設備の心臓部であるところを数多く手掛けさせていただいております。で、2つ目がですね、最近特にですね、医療関係のね、仕事が増えておりまして、皆さんがね、よく病院でね、ベッドごと入る、ね、トンネル型の弊社ものです。でさらに大きい、あれも手掛けられてるんですね。で、さらに大きいものですと、陽子線がん治療器というね、総重量が、ね、200トン近くもあるものでして、で、今までもですね、年に約、ね、1、2台は、やってきております。で、3本目がですね、最近ね、特に、水力、風力、から防災ね、からインフラ等 の、 環境産業ですね、主にその3本の柱から、ね、乗っております。他の仕事もあるんですけど、それが、中心となっております。業界では駆け込み寺と呼ばれていると伺ってますけど、そもそもですね、弊社は、白洋エンジンの設計製作を、やっておりましたので、長年にわたるですね、加工とか組み立てのノウハウだとか、伝統がね、ちょっと違うんじゃないかなっていうふうに感じることがあります。長崎というと三菱重工、かつての三菱重工ですけど、そこの資材課長さんがね、国内でその何でもできる、長崎から見たらね、一番近い会社は武田鉄工だと言われて、我々もびっくりしたことがあるんですけど、それがですね、同じようなことをですね、関東の方からも、その北海道の、ね、大手業さんからも、同じことを言われたことがあります。もうでもいろんなことを言ってこられるでしょう、これはできないか、あれはできないかって、中にはですね、その同業者の方がね、
その加工をしてたんだけど途中でですね、これどうしてもできないんで助けてくれっていうことでね、持ってこられたりすることもあってですね。いや、同業者から見ても駆け込みよってら、はいはいはい、すごいですね。工場内で実際に加工されているものをいくつか見せていただきましょう。こちらは本社工場です。社長、はい、これ穴がたくさん開いてますけど、はい、これは何ですか？これはですね、送風機という、ね、部品です。送風機、はい、品名としましたら中央ケーシングというんですけど、はい、この穴の1本ずつに羽がついた軸がつきます、うんうん、でその軸が回転することによって、はい、その羽の角度が変わりましてね、はい、その風を送るその、風量をですね、調整できるようになってます。こちらは備前市東片上に平成19年に完成した片上工場です。風力発電装置や大型医療機器など新しい分野に対応するために整備されました。海上輸送ができるよう貨物船などが接岸できる場所に立地しています。武田社長、これは何ですか？これは水力発電 の, 水車の、心臓部になります。水力発電ですか？水が流れるのは、はい、滝壺からですね、はい、このパイプの中に、水が落ちてきます、はい、その水圧ですね、中の、ブレードを、回すことによって、発電を起こします。もう心臓部、これがなければ電気は発生しないと、はい、なるほど。武田鉄工所はこのほか原子力発電や航空宇宙産業に関連する分野など新たな取り組みも行っています。原子力ですとか、まあ、新しい産業がこう宇宙産業にまで広がっていってるということなんですけれども、はい、まあ、最近はですね、まあ、確かにね、宇宙産業はいいように聞いております。しかしですね、航空だとか、ね、原子力というのはちょっと低迷をしています。コロナのちょっと影響もあったりします。まあ、どういった見通しですかね、今後はどうなっていくなって。今はね、コロナの、ね、影響でね、あんまりね、芳しくないですけど、まあ、いずれはね、大きくね、まあ、その反動がね、出るんじゃないかとね、考えております。ただそれまでね、いかにね、まあ、繋いでいくかというね、ところはあります、まあ、新型コロナの、ね、影響もいろいろ受けている会社もあると思うんですけれども、はい、御社はいかがですか？まあ、今のところはですね、あまり影響がないといえば嘘になりますけど、そんなに、影響は出ておりません、はい。一方ですね、ね、仕事がね、したくてもね、できない方もね、多くあるというふうに聞いておりますので、我々としてはね、今ね、我々ができることをですね、少しでも社会のためにね、頑張ってやっていくしかないなというふうにね、ちょっと考えております。最後になりますけれども、うん、はい、瀬戸内にこう企業を構えて、はい、今もう100年近く、うん、はい、されてますけど、どういったところがいいな、今後こういったところを伸ばしていきたいなっていう思いはありますか？日本国人がね、大変な時ですのでね、ちょっと先ほどと同じようなことになりますけど、我々がね、長年培ってきたね、技術を結集させてですね、地元岡山のためにですね、岡山がね、晴れの国になるようにね、頑張りたいと思っております。